皆さんこんにちは、資金調達コンサルタントの吉田です。今回はですね、新しくできる創業保証制度についてお話しさせていただきます。はい、ですね、10月28日に、ちょっと他の動画でもお話ししてるんですが、経済対策が公表されました。で、つい先日の12月2日に第2次補正予算が成立しました。その中でも書かれているように、経営者保証を徴求しない新たな創業時の信用保証制度の創設っていうところが書かれております。つまり、皆さんが創業する、創業融資ですね、これ銀行から借り入れをする場合、保証協会の保証をつけて借りる場合もありますね。日本政策金融公庫とは別のものですね。はい、そこで新たな創業融資制度、保証制度ができるというお話です。はい、概要はですね、今そんなに細かく出てないんです。で、別の動画でもお話ししましたけどね、お見せしたと思うんですけど、補正予算の内容が出てると思うんですけど、ここにですね、このほんのちょっとこの3行ぐらい、2行かぐらいしか書かれてないんですね。ここの部分なんですけど、まあ、ちょっと別の資料もちょっと入手できたので、現在分かっているところについてお話しさせていただきます。まずですね、この予算121億円補正予算で取られております。まあ、で、内容としてはですね、まあ、この保証制度のスキームなんですけど、保証限度額は3500万円、まあ、これは以前から分かってましたね。で、保証期間が10年以内となっております。で、据え置き期間ですね、利息だけ払えばいいという期間が1年以内です。はい、で、ただし一定の要件を満たすと3年以内にすることも可能というふうになっております。この一定要件っていうのはちょっとまだわからないです。はい、で、金利については金融機関の所定というところで、利用する金融機関によって金利が異なりますということですね。はい、で、保証料なんですけど、創業関連保証、通常の創業関連保証って今あるんですけど、それにプラス 0.2% 上乗せすることになります。まあ、これ無担保無保証ですから、どうしてもこの保証料の部分は高くなったりしますね。で、対象者なんですけどね、最後に、創業予定者、これから創業する方で、もう一つですね、または創業後5年未満のものとなっております。いわゆる今皆さんちょっとこの動画を見て、あ、もう創業して広子さんとかからお金借りてるからもううちは関係ないやと思った方いると思うんですけど、まあ、5年未満のスタートアップ企業さんだったらこれ使えるんですよ。無担保無保証で3500万円上限、これすごいことなので、ありがたいことなので、ぜひね、この制度使える方、まだまだね、まあ、創業して3年4年ぐらいの方ね、使えますからね。はい、で、自己資金がですね、10分の1、まあ、用意してくださいっていうようになっております。ただこれも要件付きですので、これは詳細が出ればわかると思います。で、それ以外としては保証割合は 100% です。どういうことかというと、このお金を借りて、払えなくなっちゃった、どうしても払えなくなっちゃった、会社をもう倒産してしまった、そういう場合は一応保証協会が代弁済してくれるんですね。 100% つまり銀行さんとしてはこれリスクがほぼない、だから金融機関さんとしてはありがたい制度になります。はい、だから金融機関さんとしてもぜひこれで創業融資をいっぱいやりたいと思うでしょうから、まあ、創業が促進されるんじゃないかなっていう風なね、ものです。はい、で、これすでにですね、自治体とかでも同様の制度が実施されております。例えばね、東京都なんかは、東京都下にリンク貼っておきますので、よかったら、パンフレット見てみてください。ほぼ同じようなスキームなものがもうすでにあるんですよ。5年未満のものを対象にしている。ただ無担保無保証ではありません。はい、今回国が作ろうとしているのは無担保無保証です。はい、そこが大きな違いです。だから保証料がちょっと高くなるんですね。で、国がこれを実施すると、各自治体がこれに沿った形の創業保証制度をやっぱりやると思います、各都道府県で。で、その時にですね、もしかしたら金利だったり保証料の補助が実施されるかもしれませんので、それはぜひ地元の自治体のホームページだったり保証協会のホームページを常にちょっと見るように確認してみてください。はい、で、これですね、日本政策金融公庫の、その新創業融資ってあるじゃないですか。はい、あれと比べるとね、非常に、あ、なかなかいい制度だなっていうのがね、わかります。はい、新創業融資もちょっと下にリンク貼っておきますのでね、見てください。これね、まあ、これから始める方、あとはですね、税務申告を2期置いてない方、まあ、2期なんですよね。今度できるものは、5年未満じゃないですか。あ、全然これこう、ね、良くなってますよね。
で、新創業融資は上限額3000万円ですので、今回は3500万円になります。はい。で、返済期間、まあ、先ほど据え置き期間がですね、1年なんですけど、要件によっては3年となってるじゃないですか。新創業融資の場合はですね、まあ、他の高校さんの創業系の融資と連動しておりますので、例えば新規開業資金だったりすると据え置き期間2年なんですよ。2年以内、まあ、それと比べても3年、要件が一定要件満たしたら3年なので、まあ、これはありがたいかなと思いますね。で、自己資金要件は10分の1ですよね、高校さんはね。で、ただこれも一定の要件を、満たしていれば10分の1なくても平気だよっていうふうになっていますので、まあ、今回のですね、創業保証制度もいろんな要件がつくと思います。で、これはですね、年内内に、まあ、スキームを完成させて、まあ、公表される。で、おそらく年明けからこういうのが実施されるのかなっていう流れ、今のところの流れです。ただわからないです。もう第二次補正予算12月1日に成立しておりますので、結構スピーディーにね、これ開始されるかもしれません。で、それに応じて各自治体が、自治体でもこのスキームにのっとった形の創業保証制度を開始するかもしれません。で、その時は補助もね、出るかもしれませんので、ぜひそういうのを利用してみてください。もうすでにね、開業してしまった方、5年未満だけど、5年未満の方は使えますから、これぜひ利用できる方は利用してみてください。はい。それでは今回のお話、これで終わりにしたいと思います。もしこの話、今日の話ためになったと思ったら、高評価お願いします。あと登録もぜひお願いいたします。では終わりにしたいと思います。ありがとうございました。